シルバースピリットシルバースピリットはイギリスの自動車メーカーであるロールスロイスが1980年から1996年まで製造した高級車であるロングホイールベース化され鉱石の空間をさらに広げたシルバースパーなど多数のバリエーションが存在する派生車種とともに1980年代のロールスロイスを代表する車種であり世界的には 他者との性能比較といった世俗的な表現を超越した権威の象徴の位置にあり、人生の成功と最高のゆとりを享受する階層の自動車であった。1980年代の日本国内においても、当時の特権階級や富裕層の中でも、過去からの系譜による層とバブル景気の恩恵による新規参入層のごく一部の人々に好まれ、優雅さと安らぎを備え、自動車の世界で、 最高の調度品であった。1980年にシルバーシャドウ2からフルモデルチェンジ、同時に姉妹車のベントレーミュルザンヌがデビューした。車内の開発コードからシルバースピリットやシルバースパー等その派生車種及びミュルザンヌとベントレーターボアール等その派生車種は総合して精霊指系と呼ばれる。1990年代の世界的な不況の影響によって 1998年にフルモデルチェンジされた新型のシルバーセラフ以降は他の民族系資本等による開発製造車両となりロールスロイスの純血、つまり純然たる英国人による英国製英国様式で製造される車種としてはこの精霊式系が最終モデルとなった。先代にあたるシルバーシャドウ2に比べ一回り大きくなったがホイールベースは大きく変わらない。 フロントマスクはパルテノン神殿を模した伝統のグリルを中心に、それまでの丸目ヘッドライトは廃止、角目二等の異形ハロゲンライトを採用した。全体的なスタイリングは全面的に一新され、それまでの曲線で構成された伝統的かつ貴族趣味的なデザインから解き放たれた。外装はアクリルラッカーと両仕上げで2種類の下塗りの上にもう一度下塗りし、3種類の上塗り。 さらに2種類の仕上げ塗装を行っている。車体保護に11種類もの錆止め塗装が施されている。ウエストラインも低くされ、ドアの窓にはロールスロイスとして初めてカーブドガラスが採用された。エンジンは基本的に従来型の L410 型で、水冷90度、V 型8気筒オフ、内径ファイ104.1工程 99.1mm の 6747cc。 最高出力等は、ロールスロイスの古くからの伝統で未公表だが、従来のシルバーシャドウ2からは大幅に出力、向上していると見られる。デビュー当初はキャブレターだったが、1986年に、ボッシュ製ケージェトロニック燃料噴射装置付きとなった。最高速度は、時速 193km に達する。トランスミッションは、GM 製 3AT の組み合わせで、ブレーキは、 前後とも、ベンチレーテッドディスク、タイヤは235、70HR15、最小回転半径は5.8メートル、製造販売台数8129台、車種表記がシルバースピリット2となり、1989年にフランクフルトモーターショーにて発表された。メカニカルコンポーネンツが大幅にリファインされたが、搭載エンジンについては、数値的変更はない。 1990年に、ボッシュ製系モトロニック燃料噴射装置が装備された。改良の結果として、最高速度は時速 208km に達し、0時速 100km 加速は11.1秒であった。自動可変ダンパーシステムを搭載することによって、乗り心地も向上し、車両制御にコンピュータが代々的に導入され、それらにより大幅な進歩を遂げた。 塗料はウレタンへ変更され、丁寧な仕上げに変わりはないものの手入れが格段に楽になった。インパネも変更され、警告灯がさらに追加された。ステアリングが黒く細い熱硬化樹脂製から皮巻きに変更された。この時代のロールスロイスは、長い歴史と伝承による頑固な職人気質で、数多くの熟練工が、それぞれ最高のものを最善の工程で完成させていた。 クランクケースやシャフト等金属部品の寸法精度を8週間をかけ全数計測したり、組み上げたエンジンは2時間かけて作業台でテストされた後に搭載された。内装の革は有刺鉄線のない牧場で買われた高級牛皮のこのリーレザーが選ばれ、1台につき10数頭もの牛皮を使用した。1992年にはトランスミッションを4足 AT へ変更した。 その他以前のモデルと同じくマイナーチェンジ以下の小規模な各部改良、変更が幾度となく行われている。製造販売数は1152台。1994年に2度目のマイナーチェンジがされ、車種表記がシルバースピリット3となった。エクステリアの変更は小幅で、マフラーが片側に本出しになった。内装は基本的な構造を2と共にするものの、ステアリングは太くなり、 川巻のエアバッグ付きへと近代化し、ダッシュボードには、ステッチ入りのレザーが贅沢に貼られる。加えて、シートもデザインが変更された。もちろんこの時代のロールスロイス、ベントレイが使用するレザーは最高グレードの、コノリーレザーである。エンジンについては、ダイレクトイグニッションシステムを新たに装備する、ことによって、効率よくパワーを生み出せるように進化した。 日本での販売価格は2280万円。製造販売台数は211台。1996年には3度目のマイナーチェンジが実施される。外観には空力特性を重視するため多岐にわたる変更が加えられた。前席ドアの三角窓は廃止され、ドアミラーの形状も改められ、前後バンパーは大型化かつボディ同色化された。 伝統のフロントグリルは3センチメートルほど低くされた。内装も基本デザインは不変なものの細部にわたり更新されている。社名もローマ数字を廃止、シルバースピリットに戻される。ただし、メーカーの苦境により、第四世代シルバースピリットは1996年の1年、限りで事実上の生産終了となる。実質的な後継者種は、 ロングホイールベースのシルバードーンである。シルバードーンハット ABCD 外国車ガイドブック 1987P209AB 外国車ガイドブック 1987P108ABCDE 外国車ガイドブック 1987P198 自動車アーカイブボリューム1780年代のイギリス社編107ページより ABCD 輸入車ガイドブック 1990p234ab 輸入車ガイドブック 1990p222 自動車アーカイブボリューム1780年代のイギリス社編107ページより abcdefgh 輸入車ガイドブック 1994p223 輸入車ガイドブック 1994p241 自動車アーカイブボリューム1780年代のイギリス車、編107ページメーカー写真よりありがとうございます。